野村忠宏は、奈良県出身の日本の柔道家、体育学者、医学者。学位は、保健体育学習士、医学博士。株式会社ネクステンド代表取締役。アトランタオリンピック柔道競技から、オリンピック3連覇の実績を持つ。得意技は、背負い投げ。祖父は、地元、奈良で、道場、法徳館、野村道場を開く、柔道師範。 野村彦忠、父は1984年、ロサンゼルスオリンピック金メダリストの細川、新次ラ名選手を育てた、元天理高校柔道部監督、野村元次おじは1972年ミュンヘンオリンピック金メダリストの野村豊和、兄の野村忠久も、法徳館、野村道場のコーチという柔道一家。母は、競泳選手で、 東京オリンピックで奈良県の聖火ランナーを務めた。多彩な技や抜群のキレ、スピード、天性の守りの感が天才的と称される。相手を事前に研究しないことや試合前後の誰も寄せ付けない集中ぶりから天才肌だと言われている。男子柔道6 0ラム一家級の選手としてアトランタオリンピックで優勝。シドニーオリンピックにて 柔道軽量級で初の2連覇。アテネオリンピックにおいて柔道史上初、全競技通してはアジア人初となる3連覇を達成。さらに夏のオリンピックでの金メダルは日本人通算100個目というメモリアルになった。アテネオリンピックでの金メダル獲得後は近代オリンピック史上2人しかいない個人種目4連覇を視野に北京オリンピックへの出場を目指した。 しかし、2007年の全日本選抜柔道、体重別選手権大会で6度目の優勝を果たした直後の練習中に右膝前十字人体を断裂。手術を回避したまま日本国内での代表選考会へ臨んだものの、2008年4月の全日本選抜体重別選手権準決勝で浅野大輔に敗れたため代表に選ばれなかった。なお、 この敗戦の直後には、右膝前十字靭体の再建手術を受けている。2012年には、行動完売の2回戦敗退によって2012年ロンドンオリンピックへの出場を逃したため、日本テレビ系列での同オリンピック中継にアスリートコメンテーターとして出演。現役アスリートとしての視点で、柔道をはじめとする競技種目の取材を経験した。2013年11月に、 右肩、2014年10月に左膝を相次いで手術したが、2015年の全日本実業柔道個人選手権大会での復帰を視野に現役生活を続行。2015年には4月30日付で7段へ、商談した。柔道界では異例の若さでの商談で、行動官によれば、 国際大会に出場するような一級の柔道選手が7段に昇級することは非常に珍しいという。しかし2015年8月24日に現役引退を表明。地元の関西で同月29日に開かれる前日の全日本実業柔道個人選手権大会が引退試合になることも発表した。自身2年振りの実戦になった同大会では 1.2回戦で、それぞれ一本勝ちを収めたものの、3回戦で、椿竜憧れに一本負け。同月31日に、大阪で開いた引退記者会見では、引退の理由に、体の限界を挙げた上で、今後の抱負として、自分が主役じゃなくて、若い選手たちを主役に引き上げる仕事をしていきたい。オリンピックにも、何らかの形で関われたら嬉しいと述べた。 ちなみに、天理大学卒業後の1999年から所属しているミキハウスでは、野村の現役引退後も本人の要望に応じて活動を支援する姿勢を示している。また、各週ペースで広日、木曜日のコメンテーターを担当。2015年11月には現役時代にも取材、出演の経験があるサンデースポーツでマンスリーキャスターを務めた。 競技生活を退いた後のレギュラー出演番組のみ、記載。ありがとうございます。